やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。我らが後藤輝樹さんは千葉県知事選でどんな政見放送をするのか。ね、去年も都知事選でどんな政見放送をするのかっていう占いしたけれど、今度は千葉県の知事選でございます。はい。基本的に1日2本動画アップしています。チャンネル登録と通知をぜひお願いします。ツイッターのフォローもぜひぜひお願いします。個人鑑定の予約状況であるとか、日々のことをつぶやいています。はい。後藤輝樹さん。我らが後藤輝樹さんってつけたのはね、去年コラボしてるんですよ。最近、他の動画でも言ったけど、最近から見始めたリスナーの方はご存知ないと思うので、言っていこうかなと思って。去年、2020年7月、都知事選の後か、後にコラボさせていただいたのかな?お声掛けさせていただきまして、2本あります。遠隔霊気ヒーリングを後藤輝樹さんもやるんですね。できるんですね。なので2人で、同じ被験者に対してやって、それをどう感じたか、被験者がどう感じたかみたいなことを感想言ってもらうっていうのと、後藤輝樹さんにタロットカードを教えるっていう、タロットの占いをね、仕方を伝授したっていう、で、実際占ってもらったっていう動画2本ありますので、ちょっとコメント欄の固定のところか、この右上のアイマークのところに貼っておくので、ぜひご覧ください。後藤輝樹さんが素だとどんな感じだかわかると思います。政見放送しか知らない人だと、頭おかしいんじゃないのとか、なんか、すごい、なんか変な人なんじゃないのって思うでしょ?むちゃくちゃ真面目なんですよ。真面目です。天然っていうか、素の感じであれをやってるんですよ。彼は本気なんですね。冗談とか一切ないんですよ。カバラス秘術見るとわかるけど、本質が読んでペルソナが始めて、両方何かコツ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 努力して形にするみたいな実務的な人で、ふざけた数字が一切ふざけた数字なんだろうみたいな、軽い数字が一個もないんですよ。どっちもこう、どっしり真面目で堅実みたいな数字なんですね。特に4が正義感強くて真面目で努力家で、みたいな。なので、彼は正義感の強さから、政見放送やってるんですよ。ね、おむつで、ね、うんこのマークつけて、これ大丈夫言って。ね、おむつ履いてやったりとか、ね、いろいろ、後藤輝樹政見放送で YouTube 検索すると、すごいのが出てきますけれども、パフォーマンスをしてるのは、世の中の人に選挙に興味持ってもらいたいとか、ご自身なりの、こう、熱い気持ちを、マジでやれ、マジの本気の正義感でやってるんですよね。ふざけてないんですよ、本当に。遊んでないんですよね。っていうのが、お会いすると本当にわかります。超真面目ですよ。本当に。冗談の一つも一個も言わないみたいな。こっちが何か投げかけると言葉を言うと全部こう真に受けちゃうみたいなそんな感じです。なんですよ。なのでそれを前提にね、まず後藤輝樹さんってこんな人なんだよって玉木がね、もうコラボさせていただいたし、もうとてもいい人なので玉木はもう大好きなんですけれども、なので、これ、なんだ、いいんだよね。別にいいんだよね。うん。応援とか、応援になるの?まあ、別にいいんだよね。一般市民が好きとか、別に言ってもいいよね。うん。はい。ということで、ね、後藤輝樹さん、今度はどんな政見放送をするのかって言って、今、後藤さんのツイッターが、鍵垢になってんのかな?普通、フォローしてない人は今は見れないのかな?私はこの時からずっとフォローしてるので、見れちゃうんですけれど、最近チラッと今度どんな政見放送するのか当ててみみたいなツイートをチラッとしてたんですね。じゃあ当ててやろうじゃないかと思って撮ります。またやります。気軽な感じで見てくださいね。こういう会話、後藤さんはふざけてないけど、玉木は若干ふざけてるから。ふざけてるからって言ってね。じゃあ、まずタロットカードいこうかな。タロットで全体的にどんな感じなのかなっていうのを3枚引きますね。これなんか私、自分の姿を映した方がいいよね。こういう時は。って思ったけど、まあいいや。まあいいや。うん、しょうがない。もうなんか、ボッサボサだし、見た目が。はい、ズバッと出ました。これはね、結
こうまた暴走するね。戦車の逆が出てるから超暴走すると思う。全体的にすごく陽気で明るい感じ。まあそれはいつものことだけど、全体的なキーカードが審判でしょ。決意する。何かを強く決意する。まあいつも決意してるけどね。強く。彼の信念はすごく強いものだけど、さらにもうなんか決意とか何か自分の中での信念を貫くみたいなのがね、結果を出すみたいな。結果を出すか。俺は結果を出すっていうことかな。のが全体的にあります。そして、女帝。これは女性についてのことなんか言うんじゃないかな。女性ね。例えば子育てのこととか、女性、お母さん。夫婦別姓どうだったかな？どうだっただろう。まあ女性関連の、なんか、お母さん関連、女性関連のことを、なんか結構言ってくると思います。あと太陽だからむちゃくちゃもうとにかく明るくて陽気なノリだと思いますね。暴走でしょ。この辺すごい抽象的で何とも言えないで、対策注意点欲しい。みんな期待してるからね、後藤輝樹さんどんな試写放送を次するのかなみたいな。もう日本中の、注目の的なので、期待に添えるよう頑張れよみたいなことを言ってるタロットさん。ちょっとこれ置いといて。別のカードでも見てみるね。まあね、なんか妖怪カードみたいなのを出してきちゃった。ちょっと、妖怪カードは何を言うかなと思ってね。うん、お、一枚落ちた、これにしよう。ペラって落ちたからそれにするわ。一枚落ちたカードは、あ、これまた女性じゃない？天女様じゃない？アモレウナグ。アモレウナグって読むんだ、これ。見えますか？うん。アモレウナグ。誘惑は人生の至るところにあるもの。常に冷静な心を持ち、己を見失わないようにしましょう。はい。人は時として心躍るものに出会うことがあります。豊かなね、金品や豪華な食事、そして美しい人。そんな魅力的なものが目の前に現れたら、誰でも目がくらみ、心が傾いてしまうことでございましょう。しかしお待ちください。それらは本当にあなたにとって有益なものでしょうか？積まれた銭は、悪い銭かもしれず、歌いの銭には毒が盛られているかもしれず、手招きする美女はあなたの命を奪おうとする人ならざる存在かもしれません。一歩足を進めたその先は奈落の底。そんな状況を避けるためには、誘惑に負けぬことです。綺麗な花にある棘を見落とさぬよう、冷静な心で物事に対処しなければなりません。なるほど。冷静になれよ。誘惑に負けず、見た目の美しさとか派手さっていうのが、なんだろう、人気とか、なんかそういうものに惑わされず、冷静に俺を選べみたいなことかな。そんな感じがするな。うん。じゃあ、待ってね。これだから、再現すると、再現。なんだろうな。キーワードなんだろう。ちょっとおむつだったでしょ、前回。前回おむつだったから、この中になんかあるかな、キーとなるの。太陽、ひまわり。なんだろうな。楽器を持ってくるとかはダメか、さすがに。この笛とかね。ちょっと細かい演出はちょっとわかんないわ。とにかく内容としては、なんだろうね。目の前にいるこの派手な有名な候補者たちに惑わされるんじゃないよ、君たち。いいか、冷静な目を持って俺を選ぶんだ。俺を選べばな。俺は絶対結果を出すんだ。まず女性たちがとても生きやすい社会を作るよ。そして、この太陽なんだろうな。うん。もう、具体的になんだろうね、太陽。うん。俺は真実だけをこう見せる。嘘はつかないし、もう潔白な、ね、嘘つきだらけのこの政治家たちの中で、俺は、こう、潔白な、こう、明るい、裏表のない、誠実な政治家であるよ、みたいな内容で、ちょっとね、細かい演出までちょっと出なかったけれども、こんな内容だと思う。女性みたいなのがキーワードにあると思う。で、うん、他の、ね、なんか、見た目のいい感じとか、そういう、なんか誘惑に負けないで、俺にちゃんと冷静に入れろよ、みたいなことを言うと思います。はい。こんな感じでいかがでしょうか？普通だったでしょうか？
前はね、もっとこうノリノリでこう再現したんだけど、ちょっと今ごめん、そんなノリができなくてごめんなさい。去年の2020年の政見放送の当てる時はね、もっとノリノリでやったんだけどね、桜井誠さんとセットでやってるね、桜井誠さんと後藤輝樹さんはどんな政見放送をするのかみたいなね、やりましたけれども、はい、こんな感じで気軽な感じでご覧になっていただけたでしょうか。じゃあじゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい、チョキなのでグーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。